あっち大丈夫？あいよ。行きますよ。出航します。もうちょっと深く行けるんじゃないですかね。皆さんこんにちは、尾崎さやこです。本日も朝 YouTube をお送りしていきたいと思います。 LA に行ってきたっていう動画を上げていると思うんですけど、その中でも公園巡りをした様子っていうのをお送りしていきたいと思います。あの今ちょうどね、そうこれ編集してて、まあ大体あの編集してる時この人がこんな感じで乗ってくるんですけど、あの絶賛後追い機なので、このソファーのところでしか編集が最近できません。こんな感じでね乗っかってくるんで、どうにかあのいろんなことで気を引きながら毎日編集を行っておりますので、もう本当にさ、もうこれ見たんだったらチャンネル登録してくれてもよくないか。あちょ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 、ベタパスショー、あにゃんめあにょあにょ。というわけでね、あの部屋なんかはもうこの画面に映るだけで部屋が荒れてるよね。もうなんか本当にこれレオティカの帽子でキッズ用です。はい、ゴムは保育園用につけました。自分でもともとついてないんですけど、あそこじゃないって。親になると公園に行く頻度異常じゃないですか。海外旅行行った時にちょっと心配なのが、幼い子供が遊べる場所に行かなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにまず思うと思うんですけど、やっぱ体を思う存分動かせる場所が欲しいっていうので、海外に行っても公園を探して、あのそれこそマップで公園って入れて、なんか良さそうな公園を写真とかで探して行くみたいなことが多いです。日本とは違うんですよね、たかが公園でも。やっぱそういうちょっと日本との違いっていうのをお楽しみいただけたらなっていうのと、公園での素の様子っていうのもちょっとついでにお送りできるかなと思いますので、ぜひご覧になってください。うん、かわいいかわいい。それでは朝 YouTube ストーナーパーク。皆さんこんにちは、アフレコの崎さやこです。この公演動画なんですけど、気持ちのいい雰囲気に浸りすぎちゃって全然喋ってない箇所が多いんですね。空白は埋めたくなるタイプなので、不意にアフレコお姉さんが登場します。どうぞよろしくお願いします。こちらの公演はソーテルにあるストーナーパーク。東京住まいの私からするとこの立派な公演だなと印象なんですけど、この辺の方からするとそうでもないのかなって感じです。ここは水遊びもあって、もっと暑い時期にはさらに最高そうですね。どう、楽しい？ちょっと靴脱がないで、靴脱がないで。ちなみにこの公園はね、スケートパークもついてるんですけど、そのスケートパークがちょっと有名なところで、プロスケーターもよく訪れるそうです。やりなさい。何を？やりなさい。よいしょ。いいね、公園が砂浜に、砂場全部お砂になってる公園、最高だね。あっち大丈夫？いいね、あの高校が近くにあって、そこの高校がねグラウンドとして使ってるらしいです。バスケットコートに、まあ野球、ここソーテル、ソーテルのストーナーパークです。遊具もねなかなかボリューミーなのが1個ボーンとあって、トイレもあって、スケボーパーク、あそこにはプールがあるけど入れるかどうかは謎ですね。まあでもここに来たらまあ子供は暇しないね。ねね、この人靴履いてないから。でこちらはアナハイムにある神のリアルパークというところですね。キアだって珍しいポイントなどはないんですけど、こっちのアメリカにある公園を親も快適に過ごしやすく設計されているなと感じることが多いです。この遊具の周りにぐるっと囲むようにベンチがあって、どの角度から見てもあまり死角がなく子供の様子がよく見えます。何、もう一回言って。いいですね、アメリカでお庭外福は内。いいね、ここさアメリカの公園多いけど、これ下がね木のチップになってんだよね。おしゃれだよね、なかなかいい感じですよ雰囲気が。初ブランコなんじゃない？よいしょ、いいじゃん、いいね、最高やね。すごいね、アメリカの公園さすがですね。バーベキューできますよって。ダメだよ、座ったら超汚くなる。これバーベキューするとこだよ。すごいね。はい、ラシネガーパークに来ました。アメリカはこの紫のお花が咲くのすごい綺麗だけど、アメリカの人からしたら見慣れてるんですよね。アメリカのね公園はねこんな感じで、あの子供のショック、その落ちた時のショックを吸収するために砂とか木のあれになってるんだよね。これが素晴らしいね。
あの何も考えてないけどアーシングになっております。おはようだね。あれ足巻くときだ、こうやってお品さお洋服の間に入っちゃうから。いいよ。あ、ごめん。痛い痛い痛い。お砂が飛んでっちゃうね、ここだと。いいね、ここもなかなか、このラシエネガーパークもなかなかいいですよ。やっぱこの広さよね、砂の上で走り回れる、すごいすごい。あの広い広い。ペットの糞とかに厳しいから、こういうところにね。あ、ワンちゃんとか連れてこ、開けないよ、なんで。なんかやっぱ子供同士は言葉がなくても突然国を関わらず関係なく遊んだりしてるから、もう本当に大人は子供を見本にした方がいいですね。人種も関係なく誰とでも仲良くなって、国も関係なく仲良くなって、本当に子供がいい見本です。人間の鏡です。あれ、もうなんかあそこでだるまさん転んだしてるやついるわ。はい、こちらで最後になります。ベテランズパーク、レドンドビーチとピアが隣接していて、それはもう美しい公園です。口コミを見てもビューティフォービューティフォービューティフォーとしか書かれてないから、本当に美しい公園でね、こんなところに日常的に過ごせる近隣の方々、心から羨ましいです。すごい大きさ、この大きな、何の木なる気になる、見たこともない木ですから、あ、素晴らしいロケーションですね。あ、いや。こっちの公園の何がいいってさ、結構芝生が何しっかり整備されてる。で、広いのよね。素敵ですよ。ここは結構遊具多い方かも。いろいろあるよ。やっぱ海のもう目の前の公園なんで、船とかこう海にちなんだ感じですね。帆があったり、子供はワクワクしちゃう。楽しみ。あら、あれは、まさかあれは筋トレスポット、なんておしゃれだ。何このチャリ、素敵。ダースベイダー、かっこいい。これテンション上がるわ。はい、こんな感じですね。ここいいね、ここいいね、綺麗だし。ここなんだっけ、何ビーチだっけ。レドンドビーチのね、公園です。ブランコは6個、すごいね、なかなかないですよ。東京は素敵ですね。子供たちも大はしゃぎで、親なんか知らんぞって感じでガンガン行ってますね。私はここでみんなを見守ります。草抜いたりしてね、ゴロンゴロンしてね。木の下、暑くないとこでね。草がね、面白そうですね。よかったね、いいね。いろいろあるね、楽しいね。はいよ、待て。待て。これは今日はどこに出航しますか。あ、宝箱もあるじゃん。よし、ほらこの宝を取りに行く。よし、座ってベルトしてください。ベルトしてカチン、いいですか、カチン。出発、行きますよ、出航します。着いちゃった、もうどこに着いた。じゃあママ、いや、出発、行こう、ゴー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 。ママって知るよ。分かった、いいよ。
はいよ。筋トレのところで、すごいね、ここは。2時間ぐらいみっちり遊びましたよ。お、始めましたね。週2、3はジムに行っている男ですからね。もうちょっと深く行けるんじゃないですかね。あれ、もうちょっと下まで行った方がいいんじゃないですか。浅くないですか。笑っちゃうを言い訳にしてますね。浅いと思いますよ。ちょっともうちょっといけるんじゃないかな。あれはもっといけますね。浅いな。週3行ってる割に浅いな。はい、いかがでしたでしょうか。本日のおさ YouTube は公園で過ごす5人家族っていう様子をお送りしました。を取りだめていると思ってたら全部で13分しかなくて、ごめん、本当に。まあ、この人はどこの公園に行っても釣り板しかできないので、だいたいレジャーシートが大活躍するので、日本でもレジャーシート持ってくってことは非常に多いですかね。しばらくね、 LA のお話をお送りしていくかなと思うんですけど、合間で全然もうとっくのとっくのとっくの塔に帰ってきてるんですけど、インスタとかもしばらく LA 引きずってるのは、もうやっぱ LA に行ってると映える写真動画っていうのがたくさん撮れるんですけど、あの日本にいたらまあそんなもん撮れませんわなっていう感じで、というかまあ私が映えない生活をしてるだけなのかもしれないんですけど、インスタとかね、 YouTube 更新するときって非常に映える写真や動画っていうのが難しいっていう感じなんですね。だからちょっと LA の動画や写真というかしばらく続くかと思うんですけど、合間に日本のお話、日本のってか当たり前だよね、日本に住んでる、だから何かぶれてんだよって話だよね、これだからアメリカに行ってきたばっかのやつは嫌だよね。そんな感じでちょっとまあ合間で普段の感じの動画とかもお送りしていくので、飽きずに見ていただけたら大変嬉しいです。今後ともさ YouTube 何卒よろしくお願いします。それでは皆さん、せーの。